大分県第1区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止まで定数は4。大分郡波間町は、当初、1区に属していたが、1986年の区割り変更に伴い、第38回より2区へ移動した。現在は、 だいぶ一区と大分二区の大部分に分かれている。1986年、公職選挙法改正以降の区域は、以下のようである。1950年公職選挙法施行当時の、区域は、以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数61、616,257人、投票率。 73.15%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行当日有権者数598,558人投票率81.98%第38回衆議院議員総選挙7月6日執行当日有権者数58万5千0 0 3人投票率 83.35%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数。58万7349人。投票率 80.。80.62%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日。有権者数。56万8059人。投票率 85.。85.74%。 第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、56万3176人、投票率 81.、81.10%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、54万6016人、投票率 78.、78.99%第33回衆議院議員、 総選挙12月10日執行当日有権者数518,981万人投票率80.82%第32回衆議院議員総選挙12月27日執行当日有権者数492,194万人投票率78.04%第31回衆議院議員 総選挙1月29日執行当日有権者数、460。367人投票率 81.、81.34%。第30回衆議院議員総選挙11月21日執行。当日有権者数、45万1369人。投票率 79.、79.35%。第29回衆議院議員。 総選挙11月20日執行当日有権者数、446,020人、投票率 80.、80.82%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数、438,680人、投票率 83.、83.01%第27回衆議院議員。総選挙2月27日執行、当日有権者数。 418,845人、投票率 80.、80.57%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、405,187人、投票率 80.、80.71%。第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数、414,633人。 投票率 78.、78.13%第24回衆議院議員、総選挙1月23日執行当日、有権者数、38万7654人。投票率 73.、73.74%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、39万2331人。 投票率67.28%ありがとうございます。